君のことかな。今日から来る新しいバトルトレーナーって。はじめまして、私の名前はニア。フェルムバトルのバトルトレーナーだよ。いろいろ案内するからよろしくね。ちなみにパートナーはマニューラ。可愛さなら誰にも負けないよ。あれれ、さっきまであそこで寝てたんだけど、いなくなっちゃった。また今度紹介するね。では改めてフェルムバトルへようこそ。パートナーのポケモンと心を一つにして一対一のバトルを行うのがフェルムバトル最大の魅力なんだ。まずはバトルトレーナーの証、バトルグラスを渡しておくね。それをつけるとバトルでポケモンと共鳴することができるんだ。共鳴石っていう不思議な石が組み込まれているからなんだけど、細かい説明は今はいいかな。大事にしてね。さあ、君だけの新しい体験が始まるよ。どんなバトルトレーナーになるか楽しみだな。私も応援するから、まずはバトルを楽しんでね。じゃあ、選手登録を始めるよ。パートナーのポケモンは後でも変えられるから、まずは直感で決めるといいよ。これが私たちのいるフェルム地方だよ。周りを海に囲まれたかなり大きな島なんだ。フェルムバトルは当然一番人気のスポーツだよ。それぞれの町で遊べる内容が決まっているから、最初にざっと説明するね。まず今いるところがオールドフェルムタウン。ここは別名マイタウンって言って、バトルのデータを見たりいろんな設定を変更できたりするよ。あ、それぞれの場所に行った時にはまた詳しく説明してあげるから安心してね。次にフェルムリーグが行われるのがここフェルムスタジアム。公式リーグに参加して優勝を目指す一人用モードだよ。次はテルルタウンかな。ここでは CPU を相手に一人で気軽に対戦できるよ。そして最近お化け屋敷では毎日変わったバトルが行われているんだって。挑戦すると何かいいものがもらえるとか。興味があったら入ってみてね。友達と二人で遊びたいときはセレン島に行ってみて。コントローラーを二つ使って対戦できるんだ。あと近くの友達と遊ぶにはローカル通信を使った方法もあるよ。その場合はここサリアビーチに行ってみてね。それからネオスシティではネットワークを使って世界中のプレイヤーと対戦できるよ。バトルのリプレイも見られるんだって。テクネシティではバトルについていろいろ学べたり練習ができるんだ。チュートリアルでは私が丁寧に教えてあげるね。ちょっと長くなったけど大体説明できたかな。どこから遊んでもいいけど、まずはフェルムバトルについて知るためにテクネシティでチュートリアルをプレイするのがおすすめかな。君のパートナーってどのポケモンだっけ？このコースではゲームの基本的な遊び方を教えちゃうよ。さーて、何から教えようかな。やっぱり最初は移動方法からだよね。早速ポケモンを動かしてみよう。方向ボタンでフィールドを自由に動き回れるよ。 B ボタンでジャンプもできたりするんだ。方向ボタンを同じ方向に2回入力すれば前方向や横方向へのステップが出せるよ。
次へ行きましょう。次は攻撃方法だよ。このボタンを押すと遠距離攻撃が出せるよ。遠距離攻撃のことをシュート攻撃というよ。シュート攻撃を何発か当ててみよう。次はこのボタンを連打してみて。相手を追いかける攻撃が出せるよ。いいよ、その調子。さて、ここからが重要だよ。バトルにはフィールドフェーズとデュエルフェーズと呼ばれる2つの状態があるんだ。バトル開始の時、つまり今のこの状態はフィールドフェーズだよ。そしてこれがデュエルフェーズ。現在のフェーズがどちらなのかはここに表示されているよ。じゃあフェーズはどうやって切り替わるのか。それはね、特定の攻撃を当てるとフェーズが変化するんだ。ここでお手本を見てみよう。それじゃあ試しにデュエルフェーズに移ってみて。この攻撃を相手に当ててみよう。オッケー、フェーズが変わったね。デュエルフェーズでは大ダメージが狙える分、緊張感のある戦いになるよ。ここが勝負どころってことだね。でもちょっと注意して。フィールドフェーズとは操作方法が少し変わっちゃうんだ。デュエルフェーズでの動き方を練習してみよう。方向ボタンを前に2回連続入力すると前ステップできるよ。方向ボタンを後ろに2回連続入力すると後ろステップできるよ。Bボタンでジャンプすることもできるよ。デュエルフェーズではアクションもより多彩になるね。こんなところかな。特定の攻撃を当てるとデュエルフェーズからフィールドフェーズに戻るよ。それ以外にも攻撃を何度もヒットさせると、こんな風にフィールドフェーズに戻るんだ。勘のいい君はここまでの説明で分かったかもしれないけど、バトルはフィールドフェーズとデュエルフェーズを行き来しながら戦うことになるんだ。さらにフェーズ変化を起こすととってもお得なことがあるんだよ。それは共鳴ゲージがいっぱい溜まること。
教えてあげるね。そうそう、大事なことを言い忘れてた。R ボタンを押すことでガードをすることができるよ。ガードをすれば相手ポケモンの攻撃をほぼ防ぐことができるんだ。よし、実際に相手の攻撃をガードしてみよう。R ボタンを押しっぱなしにしていれば OK だよ。困ったら R ボタン、これはよく覚えておいてね。さて、画面のここに注目。これが共鳴ゲージだよ。共鳴ゲージは攻撃を当てたり食らったりすることでたまるよ。共鳴ゲージがたまったら L プラス R を押してみよう。共鳴バーストしたね。共鳴バースト中は君のポケモンが大幅にパワーアップ。共鳴バーストで大暴れしちゃおう。共鳴バースト中には1回だけバーストアタックを使うことができるよ。バーストアタックを出してみよう。チャンスがあったら逃さずに決めたいところだね。チュタリアルフィニッシュ。バトルするポケモンを選んでね。このコースではバトルに大切な知識やすぐに使えるテクニックを教えていくね。この入力で前方向への遠距離攻撃を出すことができるよ。ちょっと離れた距離からでもデュエルフェーズに持ち込めるのが特徴なんだ。フィールドフェーズでの大きな狙いの一つだよ。フロントシュートを当ててみよう。フィールドフェイスのジャンプ中、X ボタンはヒットすればフェイズ変化を起こすことができるよ。相手の攻撃をジャンプで避けた時なんかが狙いどころだね。ジャンプ格闘を当ててみよう。デュエルフェーズ中、Y ボタンが相手に届いたら Y ボタンを連打。これがポケコンボ。ポケコンボを決めてみよう。バトルに慣れないうちはポケコンボをどんどん狙っていこう。相手の攻撃を受け流しながら素早く反撃に転じる攻撃、それがブロック攻撃だよ。タイミングよく出せば相手の攻勢を切り返すことができるかも。
ブロック攻撃はフィールドフェーズでもデュエルフェーズでも出すことができるよ。相手の攻撃をブロックしてみよう。連続で攻撃するのがつかみ攻撃だよ。つかみ攻撃を使えば相手の硬いガードをこじ開けることができるよ。それからつかみ攻撃はブロック攻撃には一方的に勝つことができるんだ。通常攻撃には逆に負けてしまうんだよね。つかみ攻撃を相手に決めてみよう。オッケー。ブロック攻撃は通常攻撃に勝ち、つかみ攻撃はブロック攻撃に勝つ。そして通常攻撃はつかみ攻撃に勝つ。つまりこの3つはじゃんけんのような三すくみの関係にあるんだ。三すくみの読み合いを制する者はバトルを制するかもね。ここに表示されているのがサポートゲージだよ。サポートゲージは時間が経つにつれて溜まっていくよ。サポートゲージが溜まったら L ボタンを押してサポートポケモンを呼んでみよう。ポケモン技でバトルを助けてくれるよ。ラウンドごとの作戦タイムではサポートポケモンを入れ替えられるよ。サポートセットのサポートポケモンのうちどちらかを選ぶことになるね。自分の作戦に合ったサポートポケモンを選んでもいいし、相手に合わせてサポートポケモンを変えていくのもありだね。サポートポケモンの効果には攻撃、妨害、強化の3種類があるんだ。攻撃のサポートポケモンは相手ポケモンへのダメージを狙うときや攻め込むときに役立つね。妨害のサポートポケモンは相手の動きを邪魔しちゃう効果がメインだよ。相手の攻めを切り返すことができる場合もあるね。強化のサポートポケモンは自分のポケモンをパワーアップしたり体力を回復したりする効果があるよ。自分の作戦に合ったサポートポケモンをタイミングよく使っていこう。サポートポケモンの効果を受けたりするとポケモンにステータスがつくことがあるよ。ステータスにはグッドステータスとバッドステータスがあるよ。まずグッドステータスだけど、
グッドステータスがついている間は何かしら有利な効果があるんだ。例えば EV のつけてくれるグッドステータスには一定時間攻撃力がアップする効果があるよ。効果はサポートポケモンによっていろいろだけど、グッドステータス発動中はチャンスってことだね。次にバッドステータス。バッドステータスをつけられると一定時間不利な状態になっちゃう。例えばエモンガの攻撃を受けると一定時間移動速度がダウンしてしまうんだ。ステータスをうまく使ってバトルを有利に進めよう。ラウンドとラウンドの間には私が応援をしてあげるね。ラウンド勝敗に応じてサポートゲージが増えたり共鳴ゲージが増えたりするよ。それと応援の効果は何種類かあるよ。最初のラウンドから発動する応援スキルやちょっと変わった効果のある応援スキルもあるんだ。フィールドフェンスでは共鳴エネルギーが出現することがあるよ。エネルギーを拾うと共鳴ゲージが増えるんだ。エネルギーは出現から一定時間が経つと消えてしまうよ。フィールドに出現するエネルギーを拾ってみてね。エネルギーがどこにあるかも戦局を左右する要素だね。ここではバトルポケモンごとのおすすめアクションを紹介していくよ。このアクションを使ってみよう。次はこれだよ。君のパートナーってどのポケモンだっけ？このコースではバトルに役立ついろいろなテクニックを教えていくよ。デュエルフェーズで方向ボタンの下方向を入力すると伏せ動作を行うことができるよ。伏せ中に Y ボタンを押せば攻撃発生の早い攻撃が、伏せ中に X ボタンを押せばダウンを奪える攻撃が出せるね。伏せからの攻撃を何でもいいから当ててみよう。
方向ボタンを上方向に入力するとポケモンが構えを取るよ。構え中に Y ボタンを押せば上空の相手を迎撃する攻撃が出せるよ。構え中に X ボタンで出る攻撃は打点の低い攻撃をかわすことができるんだ。構えからの攻撃を出してみよう。ブロック攻撃はボタンを長く押して貯めることもできるよ。貯める分攻撃するまでには時間がかかるけどダメージがアップするし当たればコンボのチャンスになることも。ブロック攻撃を貯めることで相手の攻撃を受け流せる時間も少し伸びるよ。ためブロック攻撃を出してみよう。ブロック攻撃の途中に方向ボタンプラス R ボタンで動作を中断してステップに移行することができるよ。こういう操作のことをキャンセルというよ。相手の攻撃を受け流しつつキャンセルっていうこともできるね。ブロック攻撃をキャンセルしてみよう。攻撃はブロック攻撃で防ぐことができない特殊な攻撃だよ。例えば最大ためのブロック攻撃は貫通攻撃になるね。ブロック攻撃への対策として自分が先に動けるような場面で狙うと強力だね。他にもフィールドフェーズのホーミング格闘は最後の一発を長押しで出すと貫通攻撃になるよ。ダウン中にポケモンが攻撃を受けることはないよ。それにポケモンは自力で起き上がってくれるんだ。相手からすれば攻め込むチャンスってことだから気をつけてね。攻撃の種類によってはガードしていても少しだけダメージを受けることがあるよ。これが削りダメージだね。削りダメージで KO されることはないよ。相手の攻撃をガードし続けているとガードエフェクトの色がだんだん赤くなっていって最終的にはガードクラッシュが起きてしまうよ。されるとしばらくの間無防備状態になっちゃうんだ。ガードクラッシュされるまでの耐久度はポケモンによって違うよ。ガードはとっても大切だけど
手には気をつけよう。共鳴バースト中はちょっとした攻撃を受けてもよろけずに動けるよ。例えば相手のシュート攻撃を気にせず間合いを詰めたりできるね。シュート攻撃を出してくる相手にフォーミングファクトを当ててみよう。共鳴バーストしている場合には X ボタンで出せる強攻撃を当ててよろけさせたり、つかみ攻撃を狙うのが対策になるよ。攻撃から攻撃が連続ヒットする、これがコンボだよ。ここでは試しに簡単なコンボを決めてみよう。このコンボを決めてみよう。できるようになる必要はないけど、バトルに慣れてきたらいろいろ探してみても面白いかもね。バトルポケモンごとに体力が違うってことにはもう気づいているかな。他にも共鳴ゲージの溜まりやすさや共鳴バーストの持続時間もポケモンによって違うんだよ。意外だね。バトルステージにはいろいろあるけど、バトルリングの広さや形はそれぞれ微妙に違っているよ。バトルポケモンによって得意不得意があるし、戦い方も考えないといけないかも。バトルポケモンはバトルを重ねるとスキルレベルが上がるよ。スキルレベルが上がったらスキルポイント好きなスキルに割り振っていこう。スキルが上がることでバトルに有利な効果が得られるよ。スキルポイントはマイターンでいつでも振り直すことができるから覚えておいてね。バトルするポケモンを選んでね。フォーミング格闘の最後の一発をボタン長押しで出すとガードクラッシュ性能がつくよ。フィールドフェーズでガードクラッシュを発生させた場合、フェーズ変化が起きるね。ためフォーミング格闘を出してガードクラッシュを起こしてみてね。硬い相手をためフォーミング格闘で揺さぶっていこう。デュエルフェイスで出せるアクションの中には
素早くポケモン技へと連携できるものがあるよ。これもキャンセルの一種だね。キャンセルを使えば自由に連携を組み立てられるし、ポケモン技の種類によっては連続ヒットする場合もあるよ。このアクションからキャンセルを使ってポケモン技を連続ヒットさせてみよう。相手にシュート攻撃を連発されて手出しできない。そんな時はジャンプでかわすのがおすすめだよ。ジャンプでかわした時に相手が近くにいたら、シュート攻撃の隙に反撃を決めちゃおう。タイミングよくジャンプするのが難しい時はガードしてから前進して場合を詰めてもいいよ。こっちを追尾してくるシュート攻撃は厄介だよね。そんな時はステップでホーミング性能を無効化するっていうテクニックがあるよ。ホーミングしてくるシュート攻撃をステップでかわしてみよう。デュエルフェイズでジャンプから強力な攻撃で攻められた時には対空アクションで迎撃するのが効果的だよ。構え中の Y ボタンが対空アクションになっているよ。構え中の Y ボタンで相手のジャンプ攻撃を迎撃してみよう。攻撃をガードしたら反撃のチャンス。素早く反撃すれば相手はガードができないよ。確実にダメージを与えられるというのがポイントだね。相手の攻撃をガードして素早く反撃を入れてみよう。バトルポケモンを壁にヒットさせたら追撃のチャンスだよ。普段は相手をダウンさせるだけのアクションでも壁際で使えば大ダメージが狙えるね。壁コンボを決めてみよう。君のパートナーってどのポケモンだっけ？近距離のバトルでは攻撃の後の状況を把握することが大切だよ。例えば技をヒットさせた後は相手がよろけている間に先に動けることが多いんだ。つまり続けて攻め込むチャンスってことだね。逆に攻撃がガードされてしまったら相手の方が先に動けるようになるよ。そういう時は
おとなしくガードを固めるのが得策かな。ブロック攻撃を狙うのも有効だね。それと攻撃が空振りしてしまった場合は隙だらけになってしまうよ。なるべく相手に届く間合いで攻撃を出すようにしよう。壁に張り付いてしまった状態でデュエルフェーズからフィールドフェーズへのフェーズ変化が起きると、こんな風に吹き飛ばされてしまうよ。この時少しだけダメージを受けるよ。壁際から逃げられて仕切り直しになると考えればそんなに悪いことでもないよね。大きく吹き飛ばされてしまった時、ポケモンは自力で空中復帰してくれるんだ。空中復帰してから一定時間は相手の攻撃を受けないよ。この時方向ボタンを前に入力すると復帰する位置を変えることができるんだ。それから落ちていく途中には方向ボタンで少しだけ落下方向を変えることもできるよ。シュート攻撃同士がぶつかり合った時、より強力な方が相手のシュート攻撃を打ち消すことがあるよ。両方とも同じくらいの威力だったらお互い打ち消し合うことになるね。シュート攻撃対決で勝てないと思ったら素直にガードしたりジャンプで回避するのも大事だよ。受けたダメージの一部は実は回復する可能性があるよ。ダメージを受けた時に残っている薄い緑色の部分が回復可能体力だよ。回復可能体力はフェーズ変化を起こすことで回復できるよ。回復可能体力は共鳴バーストやサポートポケモンの効果でも回復することができるね。共鳴バースト中は回復可能体力が徐々に回復していくのもポイントだよ。回復可能体力が減ってしまうこともあるよ。フィールドフェーズでフェーズ変化を起こされると回復可能体力が一定の割合なくなるんだ。ジャンプしながらの攻撃、例えば構え中に X ボタンなんかは打点の低い攻撃をかわしながら攻撃することができるよ。同じような仕組みで対空アクションは打点の高い攻撃に勝ちやすいんだ。どちらも相性が噛み合えば一方的に勝つことができるのが特徴だね。バトルステージにはいろいろな形があって広さも違うってことは説明したけど、それ以外にも実は共鳴エネルギーの出現法則にもバトルリングによって差があるんだよね。しっかり研究しておけば地の利を生かしたバトルができるかも。違うよ。